こんんにちはひろちはゃんですコメントで田んぼだった空き地を借りて畑を作りたいと思っていますがもみ殻を入れて米ぬかを入れるとイノシシやカラスが来るんじゃないかと思って怖いですが何か代用品はあるでしょうかということですが、まあ、米ぬかも混ぜ込土に混ぜるとそんなに心配するほどのことはないとは思うんですけども。 殻を入れることによって窒素分の補給が必要となりますので米ぬかがちょっと怖いなということであれば他の代用品は牛堆肥肥とととととか、か、か料でで補いいいいははきないことはなこ思います。またお野菜を作った時も出来上がった時に収穫間近になって獣類がやってきてそれをちょっと。 持って行かれたりするかもしれませんので、大変は大変ですね。ありがとうございました。